てな感じで、ネクストオーダーコーチング行きたいと思います。はってなんか42秒なんだけど、どういうこと。42秒なんだけど、送られてきた動画。います、足音が42秒なんだけど、どういうこと。42秒なんだけど、ウルトあるわ、相手どういうこと。これどうやってコーチングすんの。ロングいます。42秒。強いから見てって送られてきたんだけどさ、フリップってことこれ。フリップを送ってきたってこと。あ、一人ワープしたよ。強っ。ゴリゴリすぎる、あまりにも。あと復活。強い。やっぱやべえ、プロゲーマーにオナニー動画送りつけてくるだけある強さしてたわ。さ、レイズしばき倒すのめっちゃ好きなんだけど、レイズしばき回すのめっちゃ好きなんだけど。あ、一人ワープしたよ。うわ、ナイス。あ、復活は。ナイス。あと復活中。うつい。今のやば。小倉さん強いわ、これは。じゃないよ。これじゃないよ。ちなみに、これが真面目な動画らしいです。長田さん、ビシバシ行きたいと思います。日本の VCT キャスターのレートを上げる。それ、俺がやります。キルシュ教えがやる。おお、献身的な場合。ソロでやってんだ。これカットしてないですね。はい、ちょっと、ミッチー警察です。キルジョイタレットの置き場所なんですけど、大体テンプレあるんですよね。今んとこ弱いっす。キルジョイタレットがむき出しなの、基本的に弱いっす。ここのタレットを置く意図って、体がここまで出てきた時に反応する。だから、自分のポジショニングはなるべくこっち側がいい。そうすると、何か狙ってそうだよね。で、今これを意図してやってるんだったらめっちゃいい。ここで反応すると、キルジョイタレット、キルジョイの体ここまで出るから、その時にこうやってピークできる。でもこれ、A ランプをチェックするためだけだったらこっちのタレットの方がいい。別に、レート高くても、割とこのキルジョイタレットバカうざいんだよね。マジで壊しにくい。マジで壊しにくいし、ここにタレットあると、こっから覗かれる？こっから覗かれるから、ここのタレットの方がめっちゃ壊しにくい。ない、しかも相手ゴーストとかだと、本当にあれ壊しづらいから、こっちの方がなんか強い。わかる？意図があってこっちにしてるんだったら、マジでいいと思う。あ、A ラ、A ラ、来た。見せ場来た、A ラッシュ。うまい。意味が。うまい、テムジット。あー、これむずいなー。これめちゃめちゃむずいな。今のシチュエーションあるじゃん。このセットアップするんだったら、サイトを自分がマジガチガチに守りきるセットアップ。これモロトアラームボット、ポジションめっちゃいい。僕とあのモロトアラームボットので、ここでモロト開いてピークめっちゃいい。でもこのモロトフがあると、右に落ちた、あ、モロトフ右に落ちたんだったらいいわ。これここに落ちたんだったら、これポジショニング的に多分ここがめっちゃ強い。もうこれって大田さん死んでもいいから、相手の人数めっちゃ削りきる。プロシーンだとちょっと変わるかもしれないけど、めっちゃ人数引っ張ったり、相手めちゃめちゃオフアングルになる。ここにモルトフあって、相手が、あ、入れない、やべえってなったら、こうやってこうやって覗いてくる。プラスここも怖いし、こうやって覗いてくるし、めっちゃオフアングルになるし、相手もめっちゃこっちに走ってくるから、ここにエイミングしとくめっちゃ強いかも。あのモルトフ入れてくる。まあここを相手のジェットのブリンクがうまかった。大田さん最高、うまい。この知識持ってるのやっぱキャスターって感じしない？このショーティーを落としといて拾う、このショーティー落としといて拾うムーブ。あ、違ったわ、全然思ってたのと違った。え、これ多分わかんない。大田さんもしかしたらやろうとしてたのかもしんない。え、でもちなみにこれ面白いんだよね。これ大田さんのムーブが合ってる時もあるんですよ。いや違うんだよ、みんな。これはもしかしたら大田さんがめっちゃ深かった説もある。やっぱ一周回るんだよ、ゲームって一周回るの。このシチュエーション、まあ、みんなご存知の通り、クラシックってここに地面に落ちてて消えるんですよね。じゃあこれでこれラウンド終わらすね。そうするとショーティーだけ残るんだよね。ほらクラシック消えてショーティーは残るので、遠距離って例えばよ、こっからここの距離打ち合うとしたら、ショーティーなんかでもクラシックの方が絶対いいじゃん。絶対に倒せないじゃん、何があっても。でもこのショーティーって A ラッシュワンキルしようのショーティーじゃん。
で、この時にこのラウンド始まるギリギリで武器を落とすと、そう、音出ちゃうんだよ。音が出ちゃうから、その大田さんがわざとそこまで気にして、クラシックなくなって遠距離戦えなくてもこれをやった可能性も全然あると思う。だから何とも言えない。でも別に悪くない動き自体。でこれ A、 もうジェットスカイ見えてから、まあ2ほぼらしい。え、ナイス、モルトフうまい。あ、いいね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 、大田さんうまい。スカイもこっちだ。やっぱ知識って強いよな。知識はマジで強い。今ジャッジバレたかな。これ CT もいいね。ちょっとピークすんの怖いけどくらいだ。今ビーナカップ。味方やばい。オラさんもう30。モトさん何歳？でも30絶対超えてるでしょ。ナイフ怖いな。これナイフめっちゃ怖い。プラント。で、これ絶対 A ヘブンとかいると思う。死んでたの見たから。いやー、警戒してるけど、エイムだな。CT。警戒してるけど、エイム。ちょ、言いたくねえ、こんなこと。マジでこんなこと言いたくねえな。これマジで警戒してんのマジでいいんだけど、エイムなんだよな。絶対に、ね、知識はあるから、逆にエイミング？ケンキさんと逆かもしれん。なんか、エイミングのコーチングめっちゃいいかもなって思うわ。ケンキさんとマジで逆だと思うわ。これ、多分相手のポジショニング、なんかこの CT 待つとき大抵ここ CT 相手が来る待つとき大抵ここか、ここ、まあ、ここ上手い人じゃないと使わないな多分。こういうなんかギリギリで見る適当なポジションかここな気がする。だからもう正直こう割とめっちゃここにプリエムしてもよかったかも。こことここみたいな。寄るときなんかおすすめのピーク方法はしゃがみ、しゃがんでピークすると相手めっちゃ当てらんない。なんでかっていうと、寄る動きを狩るときって敵のレイナ視点でいくと、俺バレてませんよみたいな感じで普通に殺そうとしてくるから、がっつりなんか覗かれて勝負されると結構ねビビる。まあでもエイムだよな、ここ全然悪くないと思うけど、ちゃんと警戒してたしな。でがっつりサイトをこれ勝負しに行くのも全然悪くない。大田さんあれだね、あ、今思ったわ。これ大田さん覗くときに歩きで覗いてるとき多い、壁際特に。ナイス、うまい、うまい、ヘロ、惜しい。惜しいな。これ大田さんの今のちょっとの動き見てて思うんだけど、大田さん結構ねこの壁が結構なんかこういうとこ歩きで覗いてるかなって思うわ。これほんのちょっとさ走るだけだったら音鳴らないから、こういうとこは走った方がいいかもね。これだけで結構当てらんない気がする、相手視点から。この動き多分結構打ち合いに関わってくる。特にさ、やっぱさ、こういう壁際って相手からしたらこうやって絶対エイムしてるポジションだから、今ふと思ったのはやっぱこういう壁際のところ、特に壁近いところはこのほんのちょっと走る動き、これね歩くとマジでね置かれてると死ぬから、ほんのちょっと走る動きめっちゃ意識した方がいいかも。まあ、癖なの抜けないのあれだからな、むずいからな。味方が破壊された時は結構そのセンチネル、どのセンチネルのキャラにも言えるんだけど、おすすめプレイがスカイとかいるんだったら特にできるんだけど、この味方にフラッシュもらっているかいないかチェックする。でエリアをめっちゃ広くする。この味方にスカイフラッシュもらって音が鳴らなかったらこうやって置いて、もう自分はずっとこの前目でその早めにチェックできるようにしとく。で自分はこういうベントとかを一生ケアしてたら B4 で戦える。こういう動きをできるようになったら、あの割と配置でキャリーできるよね。エリア取りでキャリーできるから、この動きしたいなって思う。これがマジでセンチネルができるキャリーだと思うわ。スナーフ認定されたってとてつもなく誇らしいことだから言っておくけど、ああいいねそれ、打たないの。大田さんのランクはゴールド。ああバレちゃったね。うまい、うめー。スマホの言葉です。
今のヘルボナイス。オーダーグッズムーブメント。今のオーダーさんの心情を読み解いていい？ここにアラームボットじゃないけど、まああるんですよね。このチェンバーのあれが。で、多分オーダーさんはここにこれがあるってことは、これでミッドチェックしてるんだろうなっていう風に相手のチェンバーが思ってるって思ってる。だからこれが置いてある時点でミッドはないってチェンバーが思ってるっていう風に思考してた。で、自分がここの時点で味方のオーメンが引っかかっちゃったけど、ここに引っかかってからベント上がってくるまで時間かかるじゃん。だから味方がバレたとしても、これまだ時間そんなに経ってないから相手ここケアできてないって思ってこうやって覗きに行って、で2キルした相手の1個をついてっていう、俺は心理を読み解く。わかんない、ワンチャン適当めっちゃプッシュしてるかもしれないけど、こういうことまで考えてるかもしれない。だしプラントめっちゃいい、プラント楽しい。わかんない、それは俺大田さんじゃないからわかんない。自分ついていく。ナイス。あ、味方が死んだか。あー、それは武器の方が良かったかもな。これはね、単純に明確にね、まあレイナのポジショニングまずある。このレイナのポジショニングするんだったら絶対に殺さなきゃいけない。絶対に多めに殺さなきゃいけない。下水道、下水道と。このレイナのポジショニングするんだったら絶対に殺さなきゃいけない。で、あと正直あんまカバーしなくていい。で、このグレネード入れちゃうと相手がランプにいるって多めに絶対わかるから、プリエイムしてくる。だから割とこうやって簡単に負けちゃった。あと結構グレ投げるタイミングが厳しかったね。で、俺的によ、まあ、アイデンティティ潰さないためにだけど、俺的に言うんだったら、味方のレイナが死んだとしても A メインに対して何もタッチしないでランプ取り続けとく。ワンチャンヘブンが怖かったっていう説もあるな、これ。でも味方がこれ覗いてるから、まあ、ヘブン行った方が良かった。なんでかって言ってヘブンプランツだから。このオーメンの心情からしたら、こうやって多分こっち行くんだよね、リテイクしたいから。だからランプに来ることそうそうないから、もう自分がもうランプで時間稼いじゃん。グレもあったし。で、相手がデフューズしたらこうやってグリ入れる。これの方がまあ勝ちがより近くなる。これ俺の考えっちゃ考えなんだけど、裏見るときは基本的にアラームボットがいい。これ裏になんでタレットじゃなくてこっちの方がいいかっていうと、これをどっちかを使ったらどっちかをサイトで置けるじゃん、わかる？ってなった時にタレットの方が強い。じゃあなんでタレットの方が強いか、サイト入る時にタレットがあると単純にアラームボットより100億倍うぜえ。俺は弱体化食らうよりもタレット食らった方がうざい。なんでかっていうと、そのタレットでまずカバーの動きをされるし、タレットに打たれると足遅くなる。衰弱を食らうかタレットで足止められるかだったら絶対にタレットの方が強い。これちょっとのエリア、ちょっとのエリア取るよりもこういうアングル取った方が絶対に強い。これはもうこういうアングルを全部これがクリアしてくれてるから。で、相手がリテイクの時になってこのタレットが打ったらこういう風にピークするみたいな、この動きの方が俺はよっぽどやられたらうざい。だから俺は裏見る時にはこのキルジョイのそのアラームボットを押してる。レイズングレーモルデクだったら、まあ、痛いよ痛い、50ダメージくらいから。俺がさっき言ってた、俺の言ってた動きだよね。そのアラームボット前目に置くと、これもうラッシュめっちゃ早いタイミングで分かるから、これ多分めっちゃ早い。これラッキー、これ多分相手寄ってくるのバカ早い。もう一回来るかもしれん、この味方の聖地を覗かせないムーブ。余裕ないな。でももう一回来るかもしれん。白い。おい。ヘブンかな。いや、オペだから来ます。あ、みこれちょっとコーチングしていい？解除した。まあ、コーチングっていうか結構強い動きなんだけど、ここさあるじゃん。このムーブ。ここ直接見ない方がいい。こことここのアングルめっちゃ強い。このクロスの組み方。で、自分がここ覗いちゃいけない。ここ覗いて。こいつがここ覗いて打った瞬間にこの人が覗く。こうやってこの動きマジで強い。あのワンオンワンめっちゃしやすいポジションで、ここ警戒するんだったらもうここ壁抜くしかない。で、こういうリテイクの時ってもう壁抜くだけでポジションバレるし、壁抜いてる時にピークされたらめっちゃ嫌だからあんまりやりづらいんだよね。ここの壁めっちゃ体隠してゲームするのはお箱だ。お箱っていうか本当に強いね。例で言うんだったらヘイブンのヘブンシャとここくらい強い。
まあ、強いっていうかめっちゃ定番ポジ、割とやってるだけで強い。このアングルの組み方は割とできる。今のこことここで、ここのポジション結構強いのがめっちゃワンオンワンしやすい。俺はここでクラッチしました。そのくらいやりやすいです。ちょ、俺のクラッチねえ、ガチ。これほら、これ俺のポジね。ここ味方のテンちゃんが死んじゃったけど、ほらここほら、俺のブリーチのポジわかる？これ大田さん実況してる。ここのポジマジワンオンワン最強ポジ。ここマジで立ち回りがっつりやってワンオンワンしやすい。ここはだからマジお箱だね。ほらこういうことなんすよ。これマジで立ち回り。ここマジで強いから一生使った方がいい。マジでリテイクの時このポジション結構強い。こんな感じかな、コーチング内容としては。まあまあまあ、割と参考になったんではないんでしょうか、わからんけど。大田さんはなんか100回やったら53回とか勝てるんだけど、大田さんってやっぱ忙しいから時間ないじゃん。だからなんかめっちゃレイズとか頭使ったらクソ強いキャラでキャリーした方がランク上がるだろうなって思った。感想はそんな感じです。